フラスタンツの戦いは1499年4月20日にオーストリア・フェルトキルヒのフラスタンツで起きた戦闘。スイス同盟軍と神聖ローマ皇帝マクシメリアン一世が率いる帝国軍との間で起きたシュバーベン戦争の戦闘のうちの一つである。結果的にはスイスが勝利し帝国軍は大勢の死者を出した。シュバーベン戦争における多くの襲撃のうちの 一つとして、ハプスブルク軍の遠征隊は、スイス同盟の村で略奪を行ったため、スイス同盟は、フォアールベルクに軍隊を送ることで報復した。しかしフェルトキルヒの数キロ南東に位置する、フラスタンツでは、ハプスブルク軍が強固な木造要塞を築いて、モンタフォン渓谷への侵入を防いでいた。フラスタンツの強固な要塞への正面攻撃は、不可能だと考えられていたため、 スイス軍指揮官を務めたウーリのハインリッヒ・ボレプは別の戦闘計画を考案した。すなわち約2000人の兵士がロワイア山を越えチロール軍を排除して帝国軍の中流地を側面から攻撃するというものであった。またウルリッヒ・ホンサックス伯爵指揮下の別の5000人の兵士はロワイア山の麓に進軍して最初の一団に合流し同様に ロアイアさんから谷口を守る要塞をめがけて攻撃することになっていた。さらに、グラウビュンデン出身の約1600人の兵士が帝国の守備隊をフェルトキルヒの湾に引き付けておくために配置された。フラスタンツの戦いの状況。赤はスイス軍、緑はハプスブルク軍。ボレプの部隊はすぐにチロル兵と交戦状態に入ったが、なんとか山から下ろし、 フェレンガッターという地で再び他の部隊と合流した。ハプスブルク軍、とりわけ、シュバーベン同盟の大勢のランツクネ人が反撃したが、スイス軍が高地から突撃すると、帝国軍の戦線は崩壊した。戦況については、諸説あり、長く苦戦を強いられたという説もあれば、スイス軍が帝国軍を圧倒したとする説もある。戦闘の最中に、ハイン・リッヒ・ボレプは、 銃弾に倒れたが、しかし、スイス兵は、最終的に帝国軍の兵士を後退させたため、逃走する多くの帝国軍の兵士は、春の雪解けで増水していた、イル川で溺死した。スイス兵は、その後戦場に3日間駐屯し、その地域の村で、略奪や焼き討ちを行った。ステートアーカイブオブリヒテンスタイン、リックティンスタインニシャスアーキンデンバッチリージェストン。 1499アーカイブドセプテンバー282007アットザウェイバックマシン URL ラストアクセスト2009年9月17日フォーラム1499ビーダイシュアブスケンガンフラスティッツインダイルセェズジェンドウントダイエイットニアセンダズバーンアメンドシュネルダヒンズジ,ジェンドウントダイグネンド ウントアイングロッセシュラハトトテンド、インジャーマン、URL ラストアクセスト2006年9月17日、NN、フラストンズイムミタラルタアーカイブドマーチ13、2007、アットザウェイバックマシン、インジャーマン、URL ラストアクセスト2006年9月17日、モーハード、N、ダイエイジナソンアウフレアイロピアションブーナ、ヒアピー323、 インシュアバンド CO ゲシヒテデアシュバイツウントデアシュバイツアシュアバンド CO19862004ISBN 3から796520677スタシー・ローターバーグ J デアシュアベンクリング1499アーカイブド2007年6月29日アット・ザ・ウェーバック・マシン 1999インジャーマン URL ラストアクセスと2006年9月17日ありがとうございます。